おはようございます。それじゃあこれで今年最後の授業になりますけど、今日の授業を始めましょう。今日はですね、テキストじゃない参考書に従って、いきますが、今日は太鼓の膜の振動ということで、2次元の波動の現象を扱います。波動というか振動ですね。これを題材にして扱います。で、先週演習問題で、座標系を2次元の、XY 直交座標系から Rθ の極座標に変更したときに、ラプラス演算子、ラプラシアンが、どう変換されるかというのを、変換の公式を使って、導いてもらう練習をしたんですが、UX とそれから UXX を計算して、で皆さんには、UI と U サブ YY を同じように計算して、で、UXX プラスUYY ですね、これがラプラシアンに相当するので、これがどうなるかを計算してくださいとお願いしたつもりなんですが、ここまで計算して終わっちゃった人が何人かいて、それは非常に残念でですね、もしやってなかった人がいたらもう一度自分でやってみてください。これは結構すっきりする話で、こちらで出てきた余分な項とこちらで出てきた余分な項が足し算すると、きれいに消えてですね、2次元の極座標に変換すると R 次乗分の1の U サブシーターシーターと、こういう感じな簡単な形になります。で、今日はここからスタートするということになります。で、2次元の振動ですから太鼓ですね、普通の、円形をした太鼓がトンと叩くと振動する。でその振動現象がどういうふうになるかというのを扱いましょう。そういうことです。で、そうすると、太鼓の膜の垂直膜に垂直な方向の変異を今までと同じように、U という変数で取ります。そうすれば元の問題変微分方程式はこれは、波動方程式で書けますので、時間変化が音速を C として C 次乗の、U サブ XX プラス U サブ YY、 こういう形で書けますけれども、今丸い太鼓の話をしてますから、やっぱりその形状に合った形で座標系を取るのが一番本質を明らかにできますので、これは今ここで書きましたけれども、円極座標で表示したラプラシアンの形にします。ということで、範囲はそれから、時間は無限大と、こんな形で、境界条件がじゃない、元の問題ですね、解くべき問題がこういう形で定式化されます。それからバウンダリーコンディションはこれ太鼓ですから普通は枠がこうきちっと抑えられてますので、これは変異が0になるんですね。 U イコール0で、どこで0になるかというと、ちょうど縁ですから、これは太鼓の半径を今1と規格化して考えます。半径1の太鼓を考えて、もうすでにここで1って書いてますけども、ということになります。それから時間については T 小なり無限大、こういう形で、バウンダリーコンディションが設定されます。で、初期条件はこれは2階の時間に関して2階の方程式ですから、U の値そのものと、それから、時間微分 U サブ T が、初期条件として与えられます。で、特に指定はしないので、極座標で考えてますので Rθ の関数として、初期変異が F の Rθ で、初期変異速度がG の RC、こういう形で与えられるしましょう。T
T=0 で、まあ、こういう形で問題を定式化することができるということになります。です。じゃあ次はこれを解きましょう、ね。で変数の数は多くなってますけれども、有限の範囲 でしかも、線形です、全部線形な問題ですから、これは、変数分離系が使えるということになります。ということで、変数分離を使って解きましょう。でまずは空間の変数とそれから時間の変数を分けてですね、これを空間だけの変数と関数とそれから時間のみに依存する関数と2つに分けましょう。でそうすると、変数分離、一応空間座標とそれから、時間座標、時間変数とに、分離しますというわけです。でこれを元の方程式に代入しましょう。そうするとこれが、今ラプラシアンで書いてあるのでカッコで書いてあるかな、ラプラシアンで書いちゃう、まあ、こういう形で、書かれます。で、C 字上 TU で両辺割り算をしてやると、ラプラじゃなくてこっちで書いた方がいいですね。そうするとで一応振動解を考えてますので、もういちいちあれこれ言わずに、これが負になれば時間的には振動しますので、マイナスラムダ値をもう書いてしまいましょう。 T が周期関数になるためには負じゃないといけないというわけです。したがって2つの方程式に分離されたんですね。 C 乗0、まあ、こういう2つの方程式に分離することができました。空間の方は当然2変数残ってますからまだ変微分方程式のままですけども、時間の乗微分方程式とそれから空間の2変数の変微分方程式に、分けることができました。で、こちらをこれをヘルムホルツの方程式、ヘルムホルツ方程式というふうに呼びます。これは、空間が3次元になっていても同じようにヘルムホルツ方程式というふうに呼ぶのが習わしになっています。そうすると T の方はもうそのまま、簡単に話は進みますので、そちらは、通常のようにやるってできたとして、問題は2階の2変数の方程式として出てきたヘルムホルツ方程式ですね。こちらを考えましょう。まず境界条件をもう一度はっきりしましょう。そうするとでこれが0ですよというのが境界条件だったわけですから、T は全範囲に渡ってこうなってなきゃいけなくて、 T は振動解ですから当然0じゃありませんので、バウンダリーコンディションとしては R イコール1のところで U の方がゼロになってなきゃいけない、まあ、こういう境界条件ということになります。そうすると個々の T に対応した基本振動の解はこれは、まあ、こういう形の、方程式ということになります。アンダリコンディションがこうなる、まあ、こういう新たな問題になります。でこれを方程式で見るとこれは楕円型になってますから、楕円型の固有値問題、変数分離法で分離して時間変数をこう繰り出してしまうと、残った空間に関する方程式、空間に関する問題というのが、楕円型の問題になって、しかも、まあ、ラムダというこういう形で入ってますので、この境界条件を満たすような適当なラムダを取ってやると決まるという意味で、こういう問題というふうに分類します。じゃあ気を新たにしてこの空間分離されたヘルムホルツ方程式、楕円型の固有値問題、
これを解きましょう。つまり、部分問題としてエルムホルツ方程式が与えられて、でこれを解きましょう。で有限の範囲ですから、また変数分離法をもう一度使いましょう。これはもうもちろん方法そのものは方程式などでも当てはめることができますから、これもう一度、変数分離法を考えましょう。どういうことかっていうと、動径方向とそれから角度方向で R だけの関数とθだけの関数に分かれる、こういうことですね。角度方向に関する関数とそれから R 方向に関する関数、動径方向に関する関数に分かれます。こういうわけです。これはギリシャ文字の θ の大文字がこういう形で書かれます。でこれを元のエルムホルツ方程式に代入します。で今度はラプラシアンの形のままではなくて、この形に戻して考える。ここがちょうどラプラシアンだったわけで、で今 R と θ の変数に分けてますから、それぞれ、常備分として計算することができます。であそこに放り込むと R2' プラス R 分の 1R' プラスラムダ事情 R のこれ θ が残ります。それから R 事情分の1の R θ2', これが0ですね。これが代入すると、変数分離法によって代入するとこういう形になります。でちょっと複雑な形してますけれども、基本は、R と θ だけの関数の形にばらかして、でイコールで結ぶ、こういう話になりますので、これは、Rθ で、R 事乗分の Rθ ではよいのかなということをしてやると、ね、これがあ、これ R じゃない、ごめんなさい、 R ですね、R で割ってますので、これは消える。イコールマイナスシータ分のシータ2だし、まあ、こういう形で求めてやることができます。ということで、R だけの変数部分とシータだけの部分に分かれましたので、これはある定数になるらしい。で、ここでシータについて考えると、シータについて考えると、シータは 2π の周期関数。これは特にバウンダリーコンディションとして、まあ、ある意味新たに加わったと思っていただいているんですが、極座標に変換することによって当然周期関数になりますので。θ の方は周期関数になる。そうすると、この分離した式で考えれば、2π の整数倍が周期になるような振動解になれば、解になりますので、これは、分離定数として -n の、θ の方から見ると-n の次という形で置いてやればいいということになります。n は整数ですね。ということになります。ということで、これを元の方程式に戻して2つの式に分離します。そうすると、イコール0。それから、こっちは、という2つの、方程式に分かれました。R の方については、r イコール1の時に0になるという条件がそのまま残って、それからもう一つ原点で、無限大にならないよというのも、まあ物理的な意味があるという意味で、一応ここで付け足しておきます。
ということで2つの方程式、こちらはもう、サインコサインなので非常に簡単ですけど、問題はこちらです。これを考えましょうというわけです。で、これはまたまた新しい名前が出てきますが、これはフェッセルの方程式、フェッセル方程式というふうに呼びます。で、もう一度書かなくてもいいですね、まあ、こういう形で、フェッセル方程式という形で、書かれます。で、普通はラムダ R イコール Z と置いた形で、書かれるのが普通 で、でどうやらフェッセル方程式の時は Z を変数として使うというのが習わしになっていて、普通はこういう形で置いて Z の関数としてテキストその他には書かれています。で、ここではこのまま R で書きますけども、ちょっと そことの、整合性を見るためにちょっと今 DDR ですが、これは Z なので、これは、DZDR はラムダ分の1ですから、逆か、ごめんなさい、ラムダですね、ラムダの DDZ ということになります。したがって、これをベッセル方程式、この R を Z に変換すると、どういう形になるかというと、R 事情が、Z 事情でラムダ事情分の1なので、これは、イコール、まあ、こういう形で、変換されます。最高解の係数1といてやると、 Z 事情分の N 事情 R イコール0、これが、いわゆる普通のベッセル方程式、 N 字のベッセル方程式と言われているものになります。で、これちょっと書き換えると、こういう形で、随伴形にかけて、これシュトゥリム・リュービルのシュトゥリム・リュービル問題になりますので、したがってこの方程式のベッセル方程式の解は、シュトゥリム・リュービルの問題の解になっているので、直交性を満たすということがわかります。で、その解のことをいろんなところで出てくるので、ベッセル関数というふうに呼びます。で、2解ですから2つの線形独立な解が得られます。で、1つ目、2つあるので1つをこう書きます。JL ってこれはもうお約束というか、こういうふうに書くのが普通です。 N 字の、これすいません、種という第一種のベッセル関数、それからもう一つが、これはものの本によるんですが、参考書に合わせると YN、 これは、同じく第二種のベッセル関数、もうこういう形で解が得られます。したがって一般解はラムダ、まあ、こういう形で、一般解を2つの線形結合として書くことができます。で、ちなみに、JL というのはこれは特殊関数で、一般の形で書くと N も実は整数じゃなくてよくていうので、JμZ の形で書きますけれども、これは、まあ、こんな形の級数の形で与えられているような解、もちろん特殊関数ですから、閉じた形で書けるわけではなくて、まあ、もちろんサインとかコサインとかもこういう級数の形で書けますけれども、まあ、そういう意味で、こういう解としてはこういう級数の形できっちり定まるような、まあ、解析関数ですね、正則な関数として定義することができます。で、これを使って解が求まる、こういう話になるわけです。で、
YL の方は、こいつはログのラムダ R という解を持ちます。独立にするために、こういう形の解がどうしても出てきます。で、そうするとログラムダ R は R イコール0のところで得意点ですよね。なので、YL の方、第2種の方は解として使えないということになります。したがって、解としては第1種のベッセル関数の解、これだけが解として生き残る形になります。ちょっと前後しちゃいましたけれども、ベッセル関数というのは、当然直行関数系です。直行してますので、スチューム・リューベル問題のところで言いましたように、次数が上がるに従って0点の数が多くなっていくような振動しているプラスマイナスと振動するような関数になります。どんな形しているかというと、こんな形をしているのがベッセル関数です。で、n イコール0から順番に 1,2,3,4 とこういくわけですけども、こんな形で、見ての通り振動して、でだんだんx が大きくなるに従って指数が大きくなるに従ってだんだん0に収束していくような、振動といっても緩やかに振動していて、で、周期が当然一定ではなくて、だんだん周期が短くなって、あるところで、サインとかコサインに前進するような、そういう解が得られるということになります。スリム流分のところで言いましたけれども、それぞれの関数の0点の間にその次の次数の0点が入っていると、そういう性質が、ここで分かると思います。それから、次数が進むに従って上がり方がゆっくりになっているという、そんな性質を持っています。それからこちらが、ここではN と書いてありますけれども、先ほどあそこで書いたのは Y と書いたのと第2種の方です。で、ログが得意点として入ってますので、0のところでマイナス無限大になって、こんな形でこう振動しているというような、こういう振動するような関数という形で、解が与えられます。それが、ここでは、一応こういうものだということを理解していただいて、これを使って話を進めましょう。ここにベッセル関数でバーで円柱関数書いてありますけれども、これは極座標に変換した方程式から、さらに変数分離をすることによって、出てきた関数で、これを、そういう意味でですから、3次元での円柱座標で変換しても結局同じことになりますので、これを円柱関数というふうに呼びます。いわゆる特殊関数というのがいっぱいありますけども、基本的には、2次元ではなくて、ラプラス方程式、ラプラシアンを変数分離をして、でそれぞれの、分離された方程式から、ここにあるようなシュトゥームリーヴィル型の問題にして得られた、直行する関数系ですね、それが特殊関数として使われること、いろんなところで出てきます。でこれはそういう意味ではベッセル関数っていうのは、最初に出てきましたけれども、特殊関数の一種ということになります。で、従ってじゃなくて、何で従ってかというと、第2種の方は原点で特異性を持ってますので、解はこれはダメなので、解は RR イコール A 倍の J 点ラムダとこう置けばいいということになります、ね。で、境界条件は R1 イコール0ですよというわけです。なので JN ラムダイコール0、もちろん A イコール0でもいいんだけど、それは解になりませんので、いわゆる変数分離法のところでやったのと全く同じで、変数分離の時は、サインラムダが0とかっていう形になったと思います。それも基本的には同じですね、その固有関数の、R イコール1での値が0になるようにラムダを決めなさいということで、N 字のベッセル関数の0点を
取りましょうというわけです。そうすると、ここにありますように、それ個々のベッセル関数に対して、ゼロ点が無限個あるですね。でしかも、それぞれのベッセル関数は何時かということで指標付けられていますので、このゼロ点の系列を K の NM とこう書きましょう。N 次ベッセル関数の N 番目のゼロ点、まあ、そこに書いてあるあの、ゼロクロスするところを順繰りに、K を何とかというふうに割り当てるということになります。そうするとこの K の N、 これが固有値になるんですね。もともとの問題に対してはこれが、固有値になるということで、これを使って K の NM に対するこれはどうなるかっていうと、という形に書かれます。N というのは、固有関数の、シータの方について、周期が何いくつかということで決まる。それでもともとシータの方は、周期 2π が基本周期なわけですから、そうすると、N 倍のにしても当然その周期になりますので、ということで、何周期かということで、N の値がシータの側で決まる。それに応じて、その、要するに1周の時に何回うねるかということですね。一度もうねらなければ、N イコール0だしということで、シータが決まってきて、でその N に対応してベッセル関数が決まって、で決まったベッセル関数についてゼロ点が KN の1から KN の点々点というふうに決まるということで、範囲が決まるということになります。ということで空間側の固有関数はこれで決まったわけです。であと時間的に振動してますので、最終的な振動の形態を考えましょう。そうすると時間的に振動している周波数、まあ、これはどうなるかというと、当然、この NM ごとに決まってきますので、 F の NM として、ね、これが周波数になって、これが基本振動ということになります。どうしてかというと、時間関数の方は、ラムダ事情 C 事情 T イコール0でしたけども、ラムダが今言った通り分離定数が、KNM 定まりましたので、こういう関数としてということで、これが各周波数の事情になってますので、周波数としては各周波数のルートを取って、ごめんなさい、これが事情ですから、ルートを取って KNMC が各周波数、それに対して 2π であれば時間振動の周波数ということになります。 NMT はこちらも、まあ、こういう形で、サインコサインの場として時間関数の方が、でこれは単振動を表している。もちろんあのモードごとにいろいろありますので、これ本当は全部足さなきゃいけないんですけども、こういう形になります。で太鼓の場合は弦の場合と一番大きな違いがあります。で、基本振動は、01ですね。要するに太鼓の膜全体がこう、なんですか、全体がこう上がったり下がったりする振動ですね。これに対して、いろんなモードの振動数、振動形態があります。その振動形態の周波数の比がどうなっているかというと、ということです。整数、要は、整数になりませんということです。単純な比にならない。弦の場合はサインラムダが基本関数で、ラムダに対応して nπ というのが、基本周波数、基本周期になったわけですから、そういう意味で言うと、振動数の比は、整数比になってたわけですけれども、太鼓の場合は残念ながら整数比にならない。
ということで、いろんなモードが、立ったとして、それぞれは、振動数がハーモニクスになっていないので、まあ、あの音としては非常に濁ったピュアな音はしないということで、あんまりあの音程を取るのに使いませんので、まあ、ティンパニーみたいなのはちょっとありますけども、それ以外は、太鼓というのは基本的にあの、いろんな周波数の音が混ざった音として、打楽器として使っているというのが、そういう意味で、理由というわけでも、まあ、それがあのもともとそういう性質を持っているものだから、打楽器として使っているんだというふうに考えればいいと思いますけども、まあ、そういう形で、実際に使われているということになります。でこれまだ完結してないんですね。先は長いですね。一応ですから境界条件、太鼓に対して境界条件が与えられて、それの時に、どんな振動をしますかということを使おうとすると、ベッセル関数 と、空間方向についてはベッセル関数とサイン、コサイン、それから、時間軸の方がサインという形で、振動しますよということが分かりました。で残りはじゃあどんな形になるんですか、それを決めなきゃいけないというわけですね。そうするとU の R シーターと積和で境界条件を満たすようにしなきゃいけない。そうすると解は R シーター T イコール、まあ、こんな形で、まとめて書くことができます。こちら の、 あの空間の方のサイン Nθ プラスコサイン Nθ というのを、ひとまとめにして、位相の形で表現しました。それから、大きさについては t がかかってますので、こちらの方に、繰り込んで変数として入れてありますので、一般性は失っていないということで、こういう形で一般的に書くことができます。でまず簡単のために、U がシータに依存しない場合、これを考えましょう。これは、まあ、これは普通の場合ですよね。U がシータに依存しない。縁を叩くとちょっとそうならないんですけど、まあ、真ん中を叩いたと思って、円対称な、条件が与えられているような場合を考えましょう。そうすると、θ0 が fr でイコール0、まあ、こんな非常に単純な場合ですね。ですから、初期条件が、真ん中をこう持ち上げたとか、まあ、そういう状況を考えていただければいいんですけど、とにかく、変異が初期変異が r だけに移動するような、初期変異が与えられた、まあ、こういう場合を考えましょう。でこの時はちょっとこの時はシータに依存してないわけですから、話は非常に簡単で n イコール0 n イコール0と置けますので、二変数の関数として URT イコールですね。こういう形で解が求まることで、まあ、非常に一気に簡単な形になってしまいましたけれども、こういう形でなります。で、ベッセル関数は直交します。先ほど言いましたようにスティルム・リューヴィル問題の解ですから直交します。で、i イコール0の時は、まあ、こういう形で、まあ、これはちょっと計算しないといけないんですが、こういう形で、ベッセル関数の、直交性が導かれますので、まあ、こういう形で解がまとまるということになります。したがって、FR を展開するわけですね。FR のここに求めましょう。で、FR イコール IR の DR。こ
これを1個やって求めてやればということになります。直行するっていう話をしましたけれども、もちろんこれで直行してるんですけれども、ゼロ点の位置を定めて R で、 R で見るとそうすると R の方からいくと、J0 の K0 に対しては R の関数として見るとどういうことをしているかというと、簡単のためにここがちょうど R イコール1の時だとしましょうか。そうすると J0、K0、1はこうなっていて、で次は J1 のここは J1 の K、 あ、ごめんなさい、ここじゃないですね。次は、J0 の K02 の R ですけども、それはどこに来るかというと、この点が、ちょうど R イコール1の時にこの点になるようにすればいいので、これをここまで持ってくるわけですね。そうするとこの位置がここに来て、こんな形の関数になる。それから次はこれをまた持っていくということで、次々にこういうふうな、今度こっちがこうなるのかな、いう形で、縮められた形でこの R イコール1の R から R イコール R が0から1までの範囲でこう押し縮められた形でこう次々に詰められて積分をする、こういう形になります。でその状態で互いに直行してますよ、こういう話ですね。したがってこれは R の J0 の積分する、フーリエ展開、フーリエ級数展開と全く同じことになります。これだけ、という話になりますので、R についてこの積分をしてやって、で値が J1 になりますので、この値で。解が求まるということになります。こんな風にして、非常に単純な一番簡単な場合ですね。R だけの関数になっているような時には、こういう形で解が求まるということになります。一般の場合も基本的には同じです。直行性を利用して、次々に展開をすればいいわけです。かなり複雑な計算にはなりますが、基本的には二重の直行性を利用して計算するということになります。で、どんなモードになって、どんなふうになっているかというところだけちょっと直感的な理解をしましょう。それぞれの、U の NM Rθがどんなふうな振動モードになっているかというのを、まず N が0で M が1の時ですね。この時は、これが対抗だとして、で、M が1ですから最初の0点までですね。ですから R 方向は全然振動モードがなし、それから、N イコール0ですから θ 方向についても全くうねってないということですが、このモードはどういうモードかというと、全体が上がったり下がったりというモードね。形はどうなるかちょっと微妙ですけれども、張力に合った形で微妙な形になりますけれども、とにかく、上下に振動していくような、そういうものになるというのがお分かりいただけると思います。じゃあ N が1になるとどうなるか、でちょっと M イコール1の場合で考えましょうね。そうするとM が1ですから θ 方向に1回うねりますよわけですね。θ 方向に1回0点が入ります。なので一つ割っておきましょう。そうするとで M については全く変わらないので、そうするとここは、2つに割れて、こういう書き方でいいかな、こんな形ですね。なんて言ったらいいんだろう、
こちらが上がってるときはこちらが下がってる、こういうモードで振動してるということになります。 N が2になると今度はいう形で、今度はあの4つの部分のここが上がってるときはここが下がってる、そういう状態の、振動もですね、もう一個だけいきますね。今度は3ですから3回うねるので、ちょうど60度ですね、こんな形でいう形になりますので、こんな風な振動も、白いところと黒いところの位相が反対になって振動するというわけです。で、まあ、これが、M イコール1の時ですね。そうすると次は M が2になったらどうなるか。そうすると1個分だけギュッとこっちに詰まってきますから、0点のところは、まあ、こんな円対称な振動もということになります。これ全部同じですね。こっちに合わせるとこっちがこう外側に行って、今度はこっちは内側が振動する。振動モードになります。じゃあ3になったらどうなる。そうすると、1,2,3 と来てるやつをギュッと詰めますから0点が2回出ますの でしかも間に来ますのでちょっと書きにくいけれども、こうなってこうなって どうしましょうかね。真ん中のところだけちょっとあの位相の違った振動の形をするという振動モードになります。でここも同じですね。まあ、ここがこういうふうに割れて出てくるということで、まあ、あのいちいち書きませんけれども、まあ、お分かりいただけると思います。で、こういうモードになりますよというのが、直行性を利用して展開してやると、見てやることができるということになります。で、大元の基本のやつに比べて、さっきも書きましたけれども、それぞれのモードが残念ながら、ハーモニクスにならないという性質があるために残念ながら、きれいな振動の音を出すことができない、まあ、こういうことになります。ということで、太鼓の膜の振動の話を考えたところで、変数分離によってヘルムホルツ方程式が出てきて、で実はそれは楕円型の問題でしたよ、こういうわけですね。ということで次はこの楕円型の問題について考えましょう。で楕円型の問題はラプラシアン、完全に等価というわけではないんですが、典型的なものが、ラプラス方程式ラプラシアンで書かれます。で先ほどはラプラシアンで書きましたけども、まあ、こう書くことも多くてdz の事情、まあ、これがラプラシアンで3次元、で2次元の場合はこれ今やった通りですね、ヘルムホルツ方程式のところで今やりましたけれども、ラプラシアンがこういう形になります。で、1次元の熱伝導方程式を議論したときに、ラプラシアンではないけれども、あの2回の方程式について、周りの値との代償関係に従って熱が流れますよ、そういう話をしたと思いますけれども、2次元になっても基本は同じで、ラプラシアンの値が正になっているとしましょう。そうするとそこでの x0y0 という点で、もし正だとすると、こういうことを意味する、今考えている x0、y0 という点を考えている。で、この点での u の値をその外側の近傍ですね、近傍の点を取って、
でこの点の平均値とそれからこの点での値を比べると、正の時はここは小さくなってるし、イコール0の時は等しいし、負の時はこの方が大きくなってる、こういう、形を性質を持っています。二次元の方程式についてはの場合を、拡張してこういう形の物理的な意味があります。熱伝導方程式にも、ラプラシアンが出てきて、ラプラシアンの U からラプラス方程式、ポアソン方程式、まあ、こんな形の、方程式がいろいろ、3次元のラプラシアンで考えると、まあ、こんなものが、考えられるということになります。で、ポアソン方程式の場合については電磁気でやったと思いますけれども、こうやって静電場のポテンシャルが与えるで、ローは電荷密度ですね。こんなふうにポアソンの方程式で与えられますし、それから熱源があったときに温度も、熱伝導方程式は時間に関して変部分が入ってますけれども。熱源が与えられたときにそれが、どうなるかっていう式は、ちょうど熱源の式をここにプラス G と入れれば同じ話になります。そうすると、左辺が0になったところで対応しますので、定常状態になったとき、 T が無限に進んだときの定常状態のときの温度分布を与えるというようなことになります。それからポアソン方程式としてもう一つ出てくるのはラムダ U イコール、これは、先ほどやったヘルムホルツ方程式ですね。でこれ、簡約された波動方程式という言い方をすることもあります。電気回路で、フェーザー表示、フェーザー法というのを使ったと思います。要は、時間振動分を jωt として、くくり出して、残りの分だけ議論しましょうという考え方ですけれども、このヘルムホルツ方程式も、3次元のというか2次元3次元でも同じですけれども、波動方程式から、時間分とそれから空間分を変数分離することによって出てくるわけですね。という意味で、ヘルムホルツ方程式のことを簡約化された波動方程式、簡約波動方程式というような言い方をすることがありますが、よくそういう言い方もされます。で、太鼓の膜の振動の時に、問題を解くのに、太鼓の形が円形だから極座標を使って表します、まあ、こういう形ですから、極座標で表しますという話をしました。でそういうことで、前回ちょっと曲線、球座標それから円柱座標についてちょっと議論しましたけれども、前回は、円柱座標まで使っておきましたの で、で今日太鼓の膜の振動の話をしてお分かりの通り、今日やった話を直行座標でやろうとするととても不可能ではありませんけど、とても大変な話で、ベッセル関数とかっていうのは当然出てきませんので、大変な話になりますので、やはり問題の形に合わせた見方をして、問題の形状に合わせた形で、解を求める考えるということが非常に重要になります。ということで、大体標準化された問題という意味で対称性のいい問題を扱うことが多いので、先週やりましたように、円柱座標とかそれから球座標をよく使うということになります。で、先週やったのは、極座標のところまででしたよね。
x イコール r コサインシータで y イコール r サインシータ。でこれの、ラプラシアンの表現を、先週、求めてもらって、でこれが、変微分だけで書くと、微分演算して書くと、r 二乗分の1の、こういう形で、書かれます。まあ、こういうことをやったわけです。で、これ前回も書きましたけれども、前回はあの R シータで書いたかもしれない。ちょっとこの、皆さんで私出している参考書はちょっと座標軸の K の取り方が普通の本とちょっと違うので。一般の使い方にすると、まあ、円柱座標が標準的には、こういう形で表現されます。ローとファイを使って表現するのが普通です。で、ここで UZZ これを考えるとそうすると Z は変わってないのでそのままですね。ここだけが、この極座標変換をしたことに相当してますので、こういう形に直せばいいということで。U ローロープラスロー分の1 U ロープラスロー事情分の1プラス UZ でこれが円柱座標にした時のラプラシアンの表現ですからラプラシアンで書くとこういう形になります。でこれはこの部分はもう先週やって もしさっきも言いましたけどもきちんとここまで計算してなかった人がいたらぜひそれは最後まで計算してください。で Q 座標ですね、Q 座標はこれもちょっと使ってる参考書が普通の表現と違う表現をしているので、普通の表現に合わせて書きます。で、XYZ ですね、R として、でこの角度を、普通は、シータのイモジを使ってですね、座標系の混乱がないように、こういう形で書くのが普通です。まあ、ですからこれはシータと書いてしまう場合もありますけれども、そういうことで、こういう形で、書かれます。でこれは、一見すると複雑になっているようなシータとファイと両方入ってきて複雑になっているようですけども、これ実は円柱座標の Z ローを R シータに変換したのと同じ形になっています。Z 軸とロー軸を、シータの極座標に変換したのと同じですから、極座標変換をもう一度やってるというふうに理解していただくことができます。つまり、Z イコールというわけです。したがって、球面座標でのこれを球面座標に変換するというのはちょっとし記号を錯綜としますけれども、この変換を今度、ロー Z に対してもう一度やるということをしてやると、変換されるということになる。ただしここにありますように、ローというのが、ローがファイを使って表された形になってますので、ちょっとXY に戻そうとするともう一段ワンクッションがありますけれども計算としてやらなくちゃいけない計算は基本的には全く同じ計算です。で、今日はまだちょっと時間があるのでこれを演習問題。